ハスコボ州はブルガリア中南部に位置する州。州都はハスコボ。ハスコボ州の基礎実地帯ハスコボ州はロドピ山脈の北側に位置している。西にはクルジャリ州、プロブリフ州、北にはスタラザゴラ州、スリベン州、東にはヤンボル州と接し、南東から南にかけてはギリシャ、およびトルコとの国境となっている。全体的に丘陵地帯となっており、 州の中央を流れるマリザ川周辺は標高の低い土地が広がっている。スビレングラとはトルコとの国境の町であり、幹線道路や鉄道がトルコのエディルネへ伸びている。その先にはイスタンブールやギリシャ北部へつながっており、ブルガリアの陸上物流の重要な中継点となっている。古代より人が居住していたことが知られており、トラキア人、古代ギリシャ、 古代ローマ帝国など様々な時代の遺跡が見つかっている。ハスコボの町は9世紀に第一次ブルガリア帝国がこの地に要塞を築いたのが始まりであり、14世紀にオスマン帝国の支配下に入ると町にはエスキジャミと呼ばれるモスクが建設された。ハスコボはかつてハスキョイという名前で呼ばれ、その名前の由来となったハスという語は所有を表すアラビア語、あるいは 正常なを表すトルコ語であると考えられる。虚偽とはトルコ語で、村のことである。つまり、ハスキョイとは、俗領あるいは、正常な村という意味合いで命名されたと推定される。ブルガリアが、オスマン帝国から独立して以降、村を表すトルコ語の、虚偽はブルガリア語の、応募に置き換えられ、ハスコボという名前になった。 ハスコ募集の人口は2003年現在27万7478人であり、その民族別内訳は次の通りである。ありがとうございます。